飛行機誘導路下のトンネルを抜け、新千歳空港へやってまいりました。前回の2週間前から比べたら送迎の乗用車が多く見られます。もちろん国際線は変わらない状況ですね。国内線と国際線を結ぶ連絡通路の両脇にある A、B 駐車場も2週間前から比べると車が多いように見えました。
それでは空港の外の様子を見ていただいたので、千歳市街の方へ向かっていきたいと思います。車は繁華街の方へ入ってきました。どんな様子でしょうかね。
閉まってるお店が多いものの、繁華街の方も2週間前から比べたら少し人の動きが増加して見えますね。ほんと早く元の賑やかさが戻ってきてほしいですね。以上、千歳駅東口ロータリーで終わりです。お付き合いありがとうございました。